別に10万今爆投げすればやるわ、お前。余裕で。うん。金もないやつが見るな。クズが。うん、はい。せいちゃん、閲覧4000、NG です。うん。もう見てるってで1秒でも、政治の廃止を見てるやつは気持ち悪いわ、NG で。ゼロ件のが面白いよ、NG です。どっちも面白くないよ。ゼロ件も政治も、 1>, 1秒も見ないよ、俺。NG です。さよなら。うん。オナニーでもしてたね。気持ち悪いよ。政治に嫉妬する。いや、嫉妬するよ。うん。ね、みんなアイテム全然くれないじゃん。うん。政治はさ、一回ね、やりはさ、もう20万がしょ。一日20万。 平均したら1日20万じゃないうん。30日600万でしょうん。600万毎月稼いでるだけじゃん、政治は。700万とか、うん。何が面白いんだろうね。全く理解できませんよ。うん。800いったはい、NG です。嘘つきうちダメなんだよね。 291号 NG です。政治は大手だから、うん、相手めっちゃ上がるんだろう。一人で家でギャーギャー騒いでやすさは違う NG です、うん。政治さんの廃止はうまいよ。よっさんは金金だもん。お金,あお金上がり当たり前の廃止の仕方だよ。NG ですね。はい 何がいけないんだよ一人で配信頑張ってんじゃん、俺だって。酒飲みながら。人の悪口言ってさ。ああ俺はずっとそれしかやってきてねえよ。なあ、こいつみたいによ。ああ見ろよ、これ。こいつが、で、その配信したいを貫いて最後まで。ああ俺の師匠のよ。知らねえわ、お前、佐野智則って。 うなちゃんマンだよ、うん。言ってたよ、こいつは。よし行きよ、お前、配信者でここでやりたくねえのかよ、つって。うん、言って言われたよ、俺。うん、一人でやれって配信というのは。うん せ、はいセイちゃんのために貯金してるよ、NG です。ああゼロき始まってますよ、NG です。俺もう,うな、うなちゃんマンね、もう大好きだから。うん、そうだ、一人で配信中やりなさいってね、ずっと俺は教えられてた。 石川はまあそうだね石川がそううなちゃまの出雲を受け継いでるかもねたまーにコラボじゃん1、うん、人で外配信やったり1人で配信やったりねあとトークも上手いじゃん、うん、大学大卒だっけあいつそう、頭いいからトークもうまいし1、ね、人でも配信できるし、うん そう石川紀之みたいなのが理想なんだよね配信したいとして石川紀之は最強の配信者かもしれない。あれだって一人でも面白いし、うん、あれはすごいよ。 石川なんかでも大学で大学卒業してんねん、うん、いや面白いんじゃない、うん、だってこれうまいじゃん喋りが。だ、うん、からたまにさ覗くとさ喋ってんだけどなんかちょっと面白く感じちゃうもんね石川の配信見てると。